第59代日本フライ級チャンピオン、イユリアクイセゴクラシックから日本一、さらに世界へ、銀河へ、自称銀河系ボクサー、イユリアクイセゴです。桑原さあ第1ラウンド、まばたき厳禁の第1ラウンドが始まりました。リング中を取っています。もう見るからに精悍な顔つきです。赤いグローブ、チャンピオンのイユリアクイ。残りが間もなく1分になろうとしています第1ラウンド、まあ、ここまで10の KO のうち8つ1ラウンドで仕留めているのがチャンピオンです。右やはり来たー、スリーフォー、予言が現実に。カウンターでした。右どうでしょうか。ダメージ、ダメージはあると思いますよ。すごいタイミングの右でしたね。でしたね。これを続けることなんですね。そうです。左だ、捉えた。いや、チャンピオンももらった。チャンピオンも聞いてますよ。来ましたね。今桑原も出た。さあ、ここでまとめてくる。つぶめ打ち。さあ、チャレンジャーチャンスだ。逆にチャンピオンの方がクリンチ。落ち着いてきた。会長の夢を叶えました。そして日本チャンピオンでとどまるつもりはない、そう話しているイユリアクイ。サイドフック。さあ、チャレンジャーに残された時間もあと15秒切った。スタート決めたー、もうワンサクレッツ。倉敷から日本一、そして世界へもアピールする KO 勝利、2度目の防衛です。ユーリアクイセイゴ、ユーリアクイセイゴ、ユーリアクイセイゴ。その日本フライ級のベルトがその腰に返ってきます。ユーリアクイセイゴです。